せっかくだし、やっぱ5倍って書いてあるんだよな、このサイコロ。これね、加納さん、どうしましょうね。このサイコロ存在しちゃってる以上、どうしますこれ。そうですね、うん、ただそれ一つの面しか5倍しか書いてないんだったら難しいでしょうね。お、難しいと思いますね。でもまあ、トライするのはいいかなと思います。あ、本当に。はい。え、じゃあ聖書石12個もし5倍出たら60個と。おお、なりますよね。いいんですか。はい、いいんですか。いきましょう。じゃあ、せっかくなんで一番運良さそうな人選びましょう。誰かな。花森さん。はいはいはい。え、今目そらしてるね。やろうか。私やろうか。大丈夫かな。今日すごいいいストッキング履いてるから大丈夫。おしゃれ。どこ見てんのよ。やめろよ。5倍。あ、神のお水やります。神のお水ありがとうございます、うん、さあこれね、出目一つだけど出せれば、出せれば5倍よ。12個から60個はだいぶ違うよ。頑張ってね。はい、頑張れ頑張れ。お客さんの石の責任背負ってるから。もうプレッシャープレッシャー。最善の人たちに投げつけるつもりでやってる、やってる、ね。はい、10連引けるかどうかがかかってるから。どん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 。おお、ああ、残念。えっ、やっぱりついてるな。やっぱりついてるな。なんだろうね。デジ使った。やっぱ神聖があるんで。あれ、夢見てたかな俺は。アサシンのサーバーとか何かですか。いや、そうですね。気配光のノープです。あれの夢見ありがとう。ありがとうかしら。やったー。これはいや、これは不正はない。不正はない。いや、だって5って出てますよ、はい、今ね。おう、おう、おう。お、残念って 、ね、言いかけた瞬間なぜか目がザザってなってザザってなる。5倍だ出てたね。あれ不思議だな。でも5倍ってことでいいんすかね。これはそうです ね、僕もモニターで5倍だけ見えました。出たー、優しい、うん、ありがとう。カリナのお子さん、さすがゆみりちゃん、ありがとう。私ついてた、ついてたよ。というわけで、はい、聖書籍60個ゲット、連想ゲームと合わせると、まあ、90個となりました。おめでとうございます。